どうもこんばんは、ウエストランド井口です。大本です。はい、このブチラジはですね、はい、今まで通り YouTube でも楽しめますし、ポッドキャストでも聞けるので、ぜひ過去の放送も聞いてみてください。はい、まあ1週間ぶりなんですけど、はい、ちょっとあのタイムラグがあって何とも言えないですけど、うん、立て続けにねテレビにもちょっと出させていただきまして、はいはい、見てくださった方ありがとうございました。ありがとうございました。NHK のまさかめ TV、うん、そこからまあちょっと空いて、有吉大統領選挙、お、はい、笑い大統領選挙、はい、でこれはネタやりましたし、はい、でその後ちょっとこれは関東ローカルでしたけど、日テレの深夜に、本当になった作り話というね、うん、番組出させていただきましたんでね、ありがたいですね。やっぱりテレビに出たいですから、うん、このままポンポンポンとね、うん、どんどん出ていけるように頑張りたいんでね引き続き頑張っていきましょう。まあ新たに見てくれてる方ももしかしたらいるかもしれませんからね。うん、まあ我々このブチラジというのをずっと続けてますんで、はい、勝手に配信してるラジオ形式の番組ですので、ホームですからね。まあライフワークですよ、はい、もう4年5年目とか長いですね、かなりやってますからね。過去のものを見れたりするので、ぜひね気になったら過去のを見てください。お願いします。お願いします。本当にその僕らが何やってきたかも喋ってますからね、うん、改めて見てもらえればと思います。という話もありますが、はい、ちょっと引き続きあの最近よく出てる話になるんですけど、はい、あのちょっと前に新潟にお仕事でね、はいはい、行かせていただきまして、はい、まあ会館でのお笑いライブだったんですけど、はい、割といつもご一緒する方が多くて、うん、まあ、ひろしさんとバイキングさんがいたんで、はい、またキャンプの話ですよ。そうなるとね、まずあ今日ひろしさんいるなと思って、はい、新幹線で行くでしょ、はい、まあ、新幹線におのおの乗り込むんで、別に新幹線でお会いすることはないです。席もまあ離れバラバラなんでね、バラバラ、で大体現地の駅で、あおはようございますみたいな感じなんですけど、うん、そうですね大体新幹線乗ってる段階で、うん、もうひろしさんからツイッターでリプライが来るんですよ。その別に、ね、変な話、連絡先も知ってるのに、うん、今日いい天気だな頑張ろうみたいなつぶやくと、新潟行きますとか僕がつぶやいたら、うん、キャンプ日和だねみたいなのがもう来るんですよ。何度も言ってください。僕はキャンプに本当に興味がないんですけど、うん、ずっと言ってくるんで、まあ、それはまだいいんですけど、うん、その後車窓から見えた、うん、なんか田舎の山の景色を、うん、もう何のコメントもなく送りつけてくるんですよ。その写真のみを写真のみ、キャンプここできそうだぞと言わんばかりに、うん、もう野営ね、その、まあ、野営って言うんですか、本当のキャンプ場じゃないところとこで、まあ、そういう景色送ってくるんですよ、ええ、でまあまあまたこの感じかと思って、うん、でいざ駅でねお会いして、うん、で駅から会場までタクシーとかで移動するじゃないですか。多いですね、まあでかいワゴン型のタクシーなんで、うん、割とこうみんなで乗ってね、うん、行く時にもうね、まあ、お前も含めですけど、うん、西村さんとひろしさんともうすぐキャンプ話でしょもう、うん、もうね、だって西村さんがもうバカバカ道具買うん、いやすごいんですよ本当に。西村さんハマって道具をたくさん買うからもらってるんでしょ。だからその、いらなくなったもの、いらなくなったものって言ってもあれで西村さんまだ3回ぐらいしか行ってないけど、そうそうそう、3回ぐらいとは思えないぐらいの知識量なんですよ本当に。もう知識を全部詰めて、まあ、物もどんどん買って、でまあキリがないですからね多分キャンプ道具なんて。キリない、そのいいものを求めてったら、うん、新しく出るだろうし。ほんじゃけど3、4回使ったものをもう僕にくれるんです。だまあね、クッカーとテーブルもらったんですけど、そのクッカーなんか家でしか使ってないって言ったけどな。クッカーなんてもう毎週聞いて当たり前のように使うけど知らないんだよ誰も。そのそもそも、はい、一生生きていく上でクッカーなんて多分言うことなかったよ僕も、あの人たちと出会うまではもうあの人たちと出会ったせいで当たり前のように、あクッカーっすねみたいな僕も言うようになってきたけどそもそも知らないし、クッカー鍋と要は蓋がフライパンになってるんですよ、まあ、で取っ手がこういう風になっててこうガシャンってやるとこう持ち手みたいになる。これ音声だけで聞いてる人は分かりやすく言うと、ね、取っ手がその鍋にこう、うん、まとわりつくようについて、そうですね、とにかくスペースを取らないようになるという、でそれを重ねてパッキングできる。要は何度もねここで言ってますけど、はい、ソロキャンプなんでみんながやってるのは、ソロキャンプです。一人がリュックにパッキング荷物を詰めて、うん、どれだけ詰め込んで軽量化していって一泊できるかみたいなのが醍醐味なんでしょ。それを、まあ、車で行ってそうそう車に詰め込んでいくから意味はないんですけど、ね、で車の目の前のところにテントを張って、すぐザックを、ザックかカバンね、まあ、リュックね、リュックでいいだろザックと。なんでザックなの、リュックだろ。えザックなんて言い方もある、それ初めて聞いたわ。ザックリュックだろザック。まあいいよ何でもいいよ、じゃあもうそうなったら固くなに言うなら。まあまあそれやってるんですけど、俺ね今日行ってきたんです。だからそうそうそう、ちょっとねその話後で聞きますけど、うん、その時その話になって、それがまあつい、土曜日か、土曜日ですね、土曜日だったんで、その次の日行く予定だったんでしょ、みんなで。
月火でね、もう余計盛り上がって、今日火曜日ですよ、余計盛り上がって、うん、いやこれこうだね、河本くんこうだねとか、ヒロシさんそうなんすねみたいな、もうみんなでワイワイ車中で盛り上がって、僕その前の席に座ってて、うん、で今回初めて、うん、鉄&トモさんがいらっしゃってご一緒させてもらってね、もうどう思うだろうなと思って、こんなに当たり前のようにみんながキャンプの話して、うん、まあ言うてもバスじゃないですから、ワゴンタクシーですから、ね、狭い車内ですよ、狭い車内で疲れてる人もいるだろうけど、もうワイワイ楽しそうに、なんならね、そんなはしゃぐようなタイプじゃないパッと見ね3名が信じられないぐらい楽しそうにはしゃいでんすよ特にお前に関しては、小峠さんとか僕はもう無視決め込んでますから、ね、特にこう喋ってねえようなやつ急にね、もう楽しそうに専門用語、本番になったら何も喋れない、ね、番組でも喋ってねえようなやつが社内ではすごいわけでしょ、うん、で僕の隣が、うん、あの哲さんだったんで、うん、あのはなんか申し訳ないというか、そうだな、どういう気持ちなんだろうと思ってたら、うん、あのなんかちょっとそわそわしてるんですよ、哲さんが、うん、これ僕あの なんでだろう、いやなんでだろうって、そんな使い方すんじゃねえそんな使い方すんじゃねえなんでだろうと思ったけど、確かにやけにそわそわして、うん、もう僕もやっぱそのキャンプ仲間でずっと行動共にしたせいでやっぱ勘は鋭くなってますから、うん、あこのそわそわはもうあれだと思って、確実にこの人例のあれだと思って、もうずっとこう僕ら前の席だったでしょ、うん、一番、うん、もう後ろチラチラこう気にしてそわそわしてんすよだからもうちょっと違うかもしんないっていう思いもあるんで、うん、僕から話しかけたんですよ、うん、見てくださいよ、本当にキャンプの話ばっかりしてもね、鬱陶しいでしょみたいなこと言ったら、うん、俺も好きなんだよねって、うわマジかと思ってそんなお前ナイスパス出してしまったんか、いや本当にその地方の会館のお笑いライブなんですけど、うん、6組ぐらいしか行かないんですよ大体ね、うん、そうですね、我々とかエレキテル含め、うん、その中にそんな割合で次から次からキャンプ好きな人ばっかり来るかと思って急にもう哲さんも本当に好きらしくて、しかもこれから本当に始めたいと思ってる、しかもご家族いらっしゃいますから、そのファミリーキャンプとは別なんですけど、あの家族はキャンプに乗り気じゃなくて今度一人で行こうと思ってるんだよねって、まさにうってつけのみんながひげをついて、で哲さんもね、これこういうのってどうなんですか、ね、そのターフがついてるやつの方がいいんすかねみたいな、もうもタープね、タープもいいよ何でも知らねえけど、もうタープとどうたらとか、うん、もうみんなでもうね、すごい感覚が麻痺して、僕コンビのうち一人はキャンプ好きなやつが絶対いるのかなと思うぐらい日本人口の半分ぐらいはキャンプ好きなのかって思うぐらい、そうですよ、いやそうじゃねえよ多分ってことは、あの場は本当にそうなんだよ、うん、だってサッカー好きなんていっぱいいるはずでしょ本来、うんうん、あの J リーグとか日本代表とか盛り上がってるのに、うん、別にサッカー本当に好きな人って僕ほぼ会ったことないけど、うん、あの人数でキャンプ好きがあんなにいるっていう、そうやな、すごかったもんな、哲さんもまさかのキャンプ好き、すごい食いつき、もうずっとすごかったね、楽屋もね、楽屋もみんなでバカみたいな話ですけど、みんな雑誌持ってってん、そのキャンプ道具が載ってる、うん、それをみんなで見て、今度うおーこれビッグニュースみたいな、何々から何々出るぞみたいな、ヘリノックスからテントが出る、全部わかんないよ全部わかんないんだよ、あのヘリノックスチェアでおなじみのヘリノックスからこのテントが出るんですよ、知らない、何そもそも椅子作るメーカー、うん、そうからテントが出るみたいな、これ袋閉じてもいいよみたいな、みんなで言いながらワイワイなって、うん、ほんまにいやそんなわけないだと思うから、テツさんとかももう全然突っ込まず普通にね、その剛力彩芽のヌードぐらいです、いやそうじゃあすごいな、じゃあ相当すごいな、すごい、まあまあそれで盛り上がって、だから次の日行ったんでしょ、要はまあ今撮ってる日で言えば昨日一昨日か、月火でどうでした、あの初めてですもんね、そのメンバーで初めてでした、僕やっぱアウトドアが好きで登山やってたんですよ、ね、前ね、はい、はい、でまあそれ芸人になる前に登山やってて、そうそう、やっぱああいう趣味ってどうしてもお金かかるんで、お金かかるから初めてからしばらくやってなかったですけど、まあいろんな人にいただいたり、実家から荷物を取ってきたりして、そうですね、今揃えてこの間行ったら、はい、あ俺やりたかったのこっちじゃと思って登山じゃなくて、うわーつまんなかったよ、もう行くのやめたっていう話になればこの流れ終わるけど、最高でしたね、俺これなかったらもう一泊してます、いやマジ、うん、すげーこの感じ、ヒロシさんの時と同じ感じで来るな、やっぱ、うん、ということはマジで良かったんですね、パーッとなった、ちょっと何がいいか、パーってなった、まあそれわかんない、そのなんかゲームとかでバーって来るようにね、うん、何が良かったか、ちょっとなんかここで話せる範囲で、僕もまあヒロシさんとか、うん、まあね、志村さんとか芸人さん、おしゃべりが上手い人にいくら聞いてもやっぱいまいちピンとこないというか、あのね、何がええんだろうな、まあ、説明するのがもう難しいんですかね、ほんまに気持ちええわけよ、自然が、うん、人里離れたところで、はいはい、もう要は携帯の電波も入らないですよ、おー、はいはい、で綺麗な川が流れてて、はい、そこにね昼ぐらいに行って、まあ、天気もいいんですよ、はい、でまあ、ビール飲みながら
テント立てて、はい、で机立てて、はい、で焚き火こんぐらいのね、ちっちゃいな B6 くんっていう広瀬さんにいただいた、その毎回、うん、あのみんなで例えば B6 くん B6 くんって、うん、いい年したおっさんがくん付けして呼んでるけどあれどういうことじゃけん要は B6 サイズに畳める、厚さはまあ3センチぐらいかな、そのチタンでできた焚き火台っていうのがあるんですよ、まあまあ、箱ね箱わかるけど、 B くんは、うん、その正式名称、うん、勝手に広瀬さんとか言ってるわけじゃなく違う違う B6 くん B6 くんっていうちゃんと名前なんですね。で B6 サイズまで畳めて、うん、でまあ薄さが、3センチぐらいで、ステンレスとチタンの素材で、まあ、まあ値段が違うんですけど、ステンレスとチタンの違いを永遠に言ってくんだよな、もう、うん、ステンレスはまあ数回使うとあの変形したり錆びたりしてくるんだけど、チタンは青になってくる、うん、それがもうめちゃくちゃかっこよくて、その感じもあんまないし、それをこう組み立てるんですよ、熱伝導がどうたらとかでしょ、そのご飯、そう今度チタンでそのチタンのクッカーだともうほとんど分かんないよ、熱伝導が悪いけんご飯がこうくっついたりする、いや聞いたら西村さんって家で毎回その練習してるらしいですからね、そう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 、ご飯がいかにうまく炊けるか、うん、そのものによって違うから、そうじゃけんそのクッカーはアルミがいいんじゃけど、でもチタンで全部揃えたい本当は、デザイン的にというか、いやもうその青になってビジュアル的に、うん、飴色になるぞ綺麗な、いやなんかやってました、そのなんかなんていうんですか、あのナイフ的なやつ、オピネル、もう何か分かんないですけど、そのオピネルオピネルがオピネルのシャープ Q ね、もう全く分かんないですけど、そのオピネルがなんかカーボンとステンレスの、そうそう、それどっちかなんていうか錆びてくるみたいなので、あのなんだっけ、あのなん黒サビ加工ね、黒青赤、何がつくの、赤サビがつくのを防ぐために黒サビ加工するんですよ、毒を持って毒を制す的な、なんか黒サビの歯はあの別にあの食っても問題ないっていうか、ああなるほどね、赤サビはダメじゃけん、赤サビをつけんために黒サビを加工する先に、もう流暢に喋るなお前この時ばかりがそれをずっとやってきて、やっぱさすがにあの初見で不安になったあの鉄腕のトモのトモさんが、うん、君も好きなのみたいな、いや僕嫌いなんですよ、だよね、そういう人もいるよねみたいな、なんかそこで安心感多すぎてね、いや本当にすごいんですよ、まあいいことですけどね、同じ趣味の人がね集まって、いやいや本当にね、まあ、ステンレスは錆びないんですけど、ナイフとしてね、もういいよ、広しチャンネルとほぼ一緒だよ内容が、これじゃカーボンはめちゃめちゃ切れ味がいい、詳しく広しチャンネルって見てください、うん、本当にね、まあまあ、楽しくできたんならよかったし、そのオピネルもね自分仕様にしていくんですよ、その歯を黒錆加工にして、その持ち手の木のところをね、今度あのくるみの油で1日漬け込むとね、こう、色になるんですよ、そので、その水を吸わなくなって揮発性もタコな、いやマジで、そのどうでもいいんで、ほんと正直、そのマジで、そのキャンプ嫌いという嫌いなわけじゃないけど、僕とかから言うとテント張るのもめんどくさいし、そのなんか薪を集めて火をつけるのもめんどくさいし、本当は後輩にやってほしいぐらいのことでしょ、それってバーベキューとかで言えば、芸人バーベキュー大会みたいなやったとしたら、後輩やれよっていうのなんでしょうけど、みんなそれやりたい人だから、後輩に手出すんじゃねえみたいな、そうそう、自分でやりたい、薪とか割りたいわけでしょ、うん、もうすごい話ですからね、アスワさんとかめちゃめちゃうまいけどな、後ろシティのアスワさんがね、ほんとキャンプ好きで、あの人はもともとほんとに一人でも行ったりするぐらいですから、すごいみたいですけどね、うん、まあまあだからその辺の話もおいおいね、また行ったら話してくださいよ、そりゃ、はい、まあコーナーもありますからね、めっちゃ声小さくなってたキャンプの話でね、キャンプの話終わったらなんでキャンプの話の時だけしっかり声出るんですよまあまあ、 初めて見た方はね、こういう話もしつついろいろ話していきますんでね、はい、まあコーナーもありますんで、それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ、ブチラジ、今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです、教えてウエストランド、ウエストランド、このコーナーですね、皆さんからの質問や疑問に僕ら二人が分かりやすく答えるというコーナーです、はい、行きましょう、ブチラジネームフロローハンジ、はい、井口さん、河本さん、こんばんは、はい、こんばんは、お二人はどうしてお笑い芸人になろうと思ったんですか、何か特別なきっかけでもあったのでしょうか、はい、僕の親友でお笑い芸人になりたいと言っている子がいるんですが、はい、彼にどうして君はお笑い芸人になりたいのと聞いたら、そこに笑いがあるからさと信じられないほどにクソ寒いことを言っていました、お二人もそんな感じなんでしょうか、そんなことはない、特に大した理由もなくお笑い芸人になろうと思ったのでしょうか、ぜひお答えください、よろしくお願いしますと、でもこれはまあ一番よく聞かれる質問でもありますし、うん、もうね僕らこの世界にいるとほぼ芸人としか接しなくなってくるじゃないですか、まあ、芸人とか芸人周りの人しか、まあね、それこそキャンプに行ったってほぼ全員芸人なわけですから、芸人です、こんな会話もうしないし、うん、みんな感覚麻痺してますけど、うん、普通の人からしたら相当特殊ですからね、そのそれはそうです、なぜこんな仕事始めたんだって、それは思われるのが自然でしょうけど、うんうん、まあ、あんまでもこうお笑いやるぜとは言わないですよね、みんな、まあそうですね、それこそひろしさんも言ってましたけど、うん、お笑い小学校の時からお笑い芸人になりたかったらしいけど、うん、当然誰にも言わないしみたいなので、
いざ言ったらね、絶対なんかお前なんかできるわけねえみたいな言われるのも嫌だしみたいなことを言ったんで、うん、まあ、珍しいタイプですね、こう堂々と言ってる人は。そうですね、まあそういう人もいるでしょうけど、まあひた隠しますよね。そうそうそう、ひた隠してみんな、なんすかね、高校とか卒業して今までのつながりがなくなった瞬間にふわっと始めますからね、うん、そういうもんですね。大体そういう潜り的な始め方が多いんで大阪とかの人はちょっと分かんないですけどね、 NSC っていうこの確固たる養成所がありますから、まあ、ね、まあ東京も今そうですけどね、まあ今はね養成所を行かず始めるのは珍しい、相当ないですけど、僕らの時はまあまだなんかフリーエントリーのライブもたくさんあったんでね、そういうので始めましたけど、まあ、好きだからですしね。好きですよ。なんともこれも理解できないような話ですからね、うん、あんまり言うのはすごいですね、かっこいいですけどね。まあね、これで成功すればね、うん、未だに恥ずかしいですからね、芸人やってる身で地元に帰るのとか恥ずかしいですね、やっぱり、ね、まあやっぱ頑張って成功してね、誇れるまでは何とも言えないですからね、うん、そうです、偉そうに言えることは何もないです、売れるまではフリーターですよ。そうそうそう、だからまあまあでも好きでやってるというのがあるんで、うん、しもうやめられないという状況でもありますよね。最終的には引き返せない、最終的には引き返せないという状況です。潰しも効かない行きの日しか灯ってない松明でもう行ってますから、そうもう帰れないですからね、帰りのパンをちぎって捨ててないですからね、もう道もいやいやうまく決まってねえよ、別にそんなの行きましょうか。キャンプの時の方が十分決まった感じだったぶち出しネームチャッペリコ、はい、甲本さん泥船スタッフの皆さんこんばんは。おい急にいじってくんねん、人と泥船なそんな流れなかっただろ人と話すのが苦手なんですが、話す仕事をしています。何か練習方法はありますか？井口さんのようなメンタルお化けになりたいですと。別にメンタルお化けではないけど、確かにね。でもまあ、僕は前もね、大前も言いましたけど、やっぱツッコミュニケーション、これを提唱してますから。やっぱツッコむことでみんな嬉しくなるんですよ、これマジで絶対に。うん、それはわかる、これを。そうそう。まあこれね、僕がこういう性格だから、うん、っていうのもあるし、うん、ツッコミを一応仕事にしてるからっていうのもあるから、普通の人が、どうかわかんないですけど、うん、やっぱ突っ込むことってみんな嬉しいんですよ、うん、こんな言い方するとなんか変な話になっちゃうけど、うん、小峠さんなんか、うん、すげえいじってきますよ、そのやっぱり別そんなにね、うん、親しいわけじゃないけど、この間会った瞬間、おいなんでお前靴に落書きされてんぞみたいな、ちょっとね絵が描いてる靴だったら、うん、言って、いや落書きじゃないんですよ、別こういうデザインなんですよっていうやり取りだけでも、うん、なんとなく会話になるし、うん、その気まずい関係でもなんかふざけてそれに突っ込むことにより盛り上がったりしますし、やっぱ芸人じゃなくても、うん、絶対笑い取るのはみんな好きですから。それはそうでしょうね、絶対そうなんだから、うん、例えば相手がすげえおじさんだとしても、うん、なんかうまく突っ込みで笑いにしちゃえばおじさんもわーはーみたいないい気になりますからいい気になるというか、だから それですよ絶対に。ハゲ取るやないかいって言えよ。ねえ、そんなんダメだ。お前はもう一番ツッコミが下手なんだから、この世で。お前のツッコミの後のピーンとした感じ。となると、こういうの見てるとツッコミってそうなんかできない人もいるのかなってちょっと思っちゃう。そう、いますよ。だからすごいもんな。なんかたまにネタで、なんかね、ツッコまなきゃみたいな時も、うん、違和感すごいもんな。すごい。恥ずいし。まあなんで、まあまあ、でも、できれば僕はそのやっぱツッコむことにより、なるほどね、なんかちょっとした小ボケやってくるでしょ絶対、うん、それをへーっていうよりは、うん、じゃあ何やってんすかって言うだけで、うん、だいぶ親しくなれます。喜ぶしな。そうそうそう、いくらツッコミの先輩でもやっぱ先輩芸人とかでもやっぱボケて食いますからね。そうそうそう、本当にずっとツッコんでる人ってあんまりいないというか、うん、だけどお前とかやっぱ好かれる、いじられやすい。だからもう頑張るしかないですけどね、しんどくても、うん、もうしんどいんだ。しんどい時もあるけど、もうそれはそうですよ、金もなくて腹も痛えしみたいな時とかそれは何。いやいや、例えばですよ金もね、失恋もした、家賃も払えてない、ガスも止まってる、腹も減ってるみたいな状況でも楽屋でどんだけ僕らって全部突っ込むと決めてやってますから、まあ、そんなみんな頑張らなくていいですけど別にそんな精神状態で仕事してないと思いますけどなので、まあそれが一番いいんじゃないですか、ね、いい、それは確かに分かります、一理ありますね、はい、そうそう、はい、はい、ブチラジネーム絶対匿名希望、大丈夫だよ、井口さん、甲本さん、こんばんは、こういうことですね、はい、まあそう、こういうこと、こういうことです。要は絶対匿名希望さん喜んでますね。何回もね、やってるんですけど、送ってきてるから。これこれね。これね。こういう言い方しちゃダメだよ。井口さん、河本さん、こんばんは。はい、こんばんは。僕は彼女がいないのですが、はい、知人からなんで彼女作らないのとか、なんで結婚しないのとよく尋ねられます、はい。ただ単純にモテないだけなのですが、こういう時はどう答えたら自分のプライドを傷つけずにいられると思いますかと。これでも本当によく聞きますよね。僕なんてそうですけど、うん、なんでモテないと思わないんだというか、うん、じゃあお前付き合ってくれって本当に思うでしょうしね、うん、でもちゃんと言い方気付けてくれてますね、この人に言った人は。どういうことですか。
だって普通ならお前なんでその頑張らんのみたいなことなんだけど、あちゃん何言うんだろうなもう声もちぎっちゃいし、まあ多分、うん、本当に思ってると思うんですよ。なんで彼女作んないのとか言うけど、うん、できないもんはもうしょうがないみたいな、気使ってくれとんじゃないんだっけ。いやいや気使って何も考えず、本当になんでできないのって本当に思ってるんです多分単純に。あそうなんだ。だからそうでしょ、そのあのただモテないっていうのも、うん、なんか自分の中の問題でしょ、うん、あのもういいよ恋愛について語るのもういいわ、なんかそのそなんていうか難しい、こればっかり難しいけど、モテないも自分、うん、モテなんで彼女できないの作んないのって思ってる人もその自分の主観でしかないわけですから。そうだな。そのまあモテないやつは頑張るしかないし、うん、これはねモテねえからだよって言っちゃえばもういい。そうそう、傷つかない、ブチギレるしかない、本当にね。え、いやいや、うるせえよ、そのなんか、うん、モテねえからだろってブチギレるしかない、それはもう。あ、ブチギレるね。そうそうそう、ブチギレる。なるほど、なるほど、うん、それはそうでしょ。すぐブチギレてやれんすよ、ね、すぐブチギレてやれんだよ、こんなやつはね。いいんで、そんなしょうもない質問してくるやつね、すぐブチギレてやれんだよ。なんか、状況わかんないけど、調子乗ってんでしょ、どうせ。ということで、彼氏と彼女いるやつが聞いてきてるわけですからね、うん、うるせえってブチギレてやれんだよ、お前ののろけを聞くような時間1秒もねえぞって言ってやれんだよ。ああ、なるほどなるほど。それで突っ張んでやればいいですからね。そうですね、ぜひぶっ殺してやりましょうね。そこまでやんなくていいですけどね厳しく言ってやるのがいいと思う。多分自慢したいだけのような質問ですからね、今考えたらね。ああ、聞き返してほしい。そうそうそう、それでしょ、それでしょ。一番腹立つやんなんだから、そんなの違ったら申し訳ないけど、なのでね、どんどん送ってきてください、はい、以上、教えてウエストランドでした。続いては R1 戦略会議。久々かな、久々じゃないか、このコーナーですね。今年は生まれ変わるとして R1 でファイナリストになるべく。そうですね、どうですか。いやもう順調に小道具が仕上がってますね。今日ね本当にたくさんなんかいいアイデア来てるんで、ちょっと行きましょうか、はいはい、もしかしたら採用があるかも。採用ってまあ採用、まあね、あるかもしれない。僕はしますから、いきますよ、はい、ブチラジネーム、血脈に刻まれた因縁。どういうことだよもういきますよ。先日ネット配信番組で、はい、デニスのゆきおちゃんが、うん、薄切りケバブで R1 出ようかなとか言ってました。先を越される前に河本さん頑張ってください。いやいや、それはやりませんよ、あの薄切りジャッキー。薄切りジャッキーやんないですか。じゃあこれはいいですか、うん、し、まあ、ゆきおちゃんも薄切りケバブやんないと思いますけど、うん、ただちょっとデニスに先越されないようにね、和州山ハイランドのイメージキャラクター先越されちゃいましたから。そうですね、あれ取られちゃいました。昨日ぐらいにちょうどツイッター見たら今年も更新したらしいですからね。あら、引き続き、デニスがあの我々の地元岡山県の遊園地和州山ハイランドのイメージキャラクターになってるみたいなんでね。薄切りデニスしようかな。関係ねえだろ、いよ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 関係ねえんだよもう。そしたら、いきますよ。井口様、河本さん、スタッフの皆様、こんばんは。 R1 の R は落語の R という原点に返り、落語をするのはいかがでしょうか。とはいえ河本さんが落語をするのは厳しいと思われますので、落語家さんの格好をし、落語家風にこれまでの R1 優勝者をフリップを用いて振り返り、R1 の R は落語の R なのに落語家が優勝してないことを訴え、 Why Japanese people? と薄切りチャッキーとしてブチギレるのはいかがでしょうか。あ、ブチラジネーム言ってない。あ、すみません、ブチラジネームが、暴力音宣言者ね、すみません、うん、これどうですか。俺もう考えた、落語は考えた、マジで。なんていうんですか、いわゆる落語せずに、うんうん、落語の格好して、うん、なんかやるやつやろうかなって思ったけど、まあ、声の小さとと共にもう難しいということですからね、うん、これはでもまあ落語はしないわけですから別に。だからちょっと皮肉ってるネタですよね、うん、要は。なるほどね、これももうすごいな、厚切りジェイソンの影響力。いや、お前が薄切りチャッキーをすげえ言うから厚切りジェイソンの影響力ではないよ。あ、そうな、まあ、これはまあちょっと不採用にします。難しいんでね。いやでも努力はしてみたいですね。じゃあ挑んでみたい。キープね、はい、挑むってなんなんで、いきます。なぜ日本人って言うわ。だもうほとんど一緒だよ、もういよいよ厚切りジェイソンとほぼ一緒になってくるからそしたらまあ確かに面白いですけどね、あれ。ブチラジネーム、天狗のお面は左曲がり。はい、河本さんもこんばんは。こんばんは。ネタ案を思いついたので送らせていただきました。ありがとうございます。ウエストランドも取り上げられたことがあるネットニュース、テレビやラジオ、ブログなどをもとにネットのニュースを作る人が多いですよね、うん、そのネットニュースの中には多くのこんなことニュースに することかというようなものがあります、はい、そこでそんなしょうもないニュースを引っ張り出して河本様がチャチャを入れるのです。刺し棒を使ってしょうもないニュースが書かれたフリップを壊していく往年の屋敷鷹人スタイルというのはどうでしょうか。あ、これはどうですか。いいっすね。俺もそうじゃし、俺の結婚のニュースだってそうじゃし。まあまあそうですね、最後それをチリ持ってくれ。まあいいじゃないですかこれね。ちょっとこれはやります
やりまーす、これやりますっていうか、もうなんでそのシステム。ありがとうございます、やりまーす。腹立つな。実際やってねえでしょ何にも。まあもしかしたらこれも一つのアイデアですね。いいですね。もう一個いきましょうか。ブチラジネーム、チコツイジリムシ。なんだよこれ、本当にもう読む気なくすな。チコツイジリムシのいきますよ、はい。今日から見てくれてる人もいるんだよ、本当に。あいつは誰に支えられてんだよ、みたいな。今日、ちょっとね、有吉さんの番組で気になったから見てみようかと思ってみたら、そうですね、余裕でリスナーからアイデア募って、はい、やりまーす。送ってきてんのが、チコツイジリムシだから。いきますよ。井口さんも、河本さん、こんばんは。ばば。舞台が明るくなったら、一言、性行為とは戦いだと叫びます。そして、女性もののマネキンを相手に、性行為とは思えないトリッキーなテクニックを駆使して笑いを取る河本太志佐賀編というコントはいかがでしょうか。やりまーす。すぐやります、これ。これはあのバキのね、ええ、佐賀編スピンオフ、スピンオフ、あの、ええ、漫画のね、そうです、そうです、やつでな、性行為をモチーフとした漫画、そう、どんな漫画でも一巻まるまる性行為をするんです、主人公とね、のがあるので、それをちょっとでもまあいいんじゃないですか。これいいっすね、僕好きだしこういうの。そうそうそう、あの、うん、テレビ前まで行ける可能性ありますからね、うん、テレビ後はもう分かんないですけど、下ネタ大好きですし性行為も大好きですしね。いやいいよそんな発言は。お前結婚してんのちなみに。ちなみに。ちなみに今日はちょっといいの本当にね、なんかありましたね、らしく色もちょっと取り入れてる感じあるんで、しかもなんか成立しそうですね、ネタとしてちゃんと。ちょっとこれ考えてね、またブチラジのその、うん、公開収録か何かの時にやるかもしれないし、うん、どっかのライブでやるかもしれないんで、アイデアを温めておきたいと思います、はい、どんどん送ってきてください。以上 R1 戦略会議でした。続いては井口の裏垢。このコーナーですね、僕がツイッターで普段前向きなことしかつぶやきませんけど、実は裏のアカウントがあって、そっちではネタミソネミヒガミを、まあネタでもね言ってましたけど、うん、そのものをつぶやいてるんじゃないかと、それを見つけて送ってきてもらうというコーナーです。はい、行きましょう。ブチラジネーム、目覚まし時計は赤色。なんとなく怖えな、なんかわかんないけど。へっへっへ、テレビに2日連続出てツイッターのフォロワー数も増えて、そろそろ世間も俺の魅力に気づいてきたかな。いいぞいいぞ、あがめろって、ね、まあまあ一人称僕なんでこれは言わないですね。ああ出た、変なこだわり。一人称僕ですからね、これはちょっとミスがあるな。もう一個ぐらい行きましょうか、はい。ブチラジネーム、暴力温泉芸者。はい、俺も結婚できるように頑張るんだ。もうスタンプいじんなよ本当に。スタンプ、スタンプでそれ社長のというか、ダメだよ本当にこれ。ちょうどね、その本当になった作り話でも社長ぶん殴ったみたいな、そうそうの話なんですけど、社長の絵が出てきて、あいつ俺ぶん殴ってやりましたよみたいなありますよねことを言う話だったと、まあ、見てない方はねあれですけど、本当に裏でも表でも社長いじってるみたいになっちゃうんで、わやばいですね。いやいやいいんです、あのスタンプでも本当にいいですから、ね、いいスタンプ、僕も買いましたからね、うん、いいスタンプです。ちょっともう一個行きましょう。もう一個行きましょうか、はい。ブチラジネーム、ゆかぬばん。はい、俺様が結婚するときはカーボーイを2時間丸々乗っ取って結婚報告してやる。もうわけわかんないじゃないか。まあまあね、できたらすごいことですけどね。すごいですね、それまでも我々は頑張んなきゃいけないですけどね、なので皆さんどんどん送ってきてください。はい、以上井口の裏垢でした。さあ、エンディングなので、告知といいますかね、まあ、タイタンライブレアあるんですけど、はい、チケットはもう完売してるようなのでね、うん、我々は新ネタを頑張るだけですので、来てくださる方はね、はい、楽しみにということであります。ブチラジではメールを募集しています。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームへ入力してください。よろしくお願いします。まあ、初めて見た方とかね、いろんなコーナーありますんで、はい、タイタンのホームページとかにも載ってたりしますんでね、どんどん送ってきてもらえればと思いますからね。そうですね、ぜひね。せっかくテレビとかに出させていただいたんで、こっちにこう、うん、フィードバックといいますか、うん、引っ張っていきたいですからね。いいですね。取り入れろ、本当にね。取り入れろ、取り入れろ、本当に 8.6 秒バズーカにエレキテルがこの間会った時に、うん、ウエストランド好きなんて聞いたらしいんですけど、うん、あ、はいって、もうそれしか言えないような状況でその質問したんで、あ、はいとは言ってくれてたらしいんで、あの 8.6 秒バズーカが好きな番組ですからね、うん、これそうですよ、聞いてるんですから、うん、大阪売れる前にね、そうそう、初めて会った時僕らにブチラジ聞いてますって言うてくれたわけですからね、あの人気者も聞いてる、田中シングル君がね、あ
が聞いてくれたわけですけど、どっちも聞いてるとは言ってましたから、ね、あ、そうなんですか。まあまあわかんないです、その結構こっちが圧をかけたんです言いざるを得ながら、どっちがどっちがみたいに聞いたから、帰りと捕まえて写真撮りってましたよね。そうですね、なかなかないですよ、 8.6 秒わずかがネクタイ緩めてる写真なかなかないですから ね強引に撮りましたから、急いで帰ろうとしようってのに、待って待って写真撮らせてって言いました、ちょっと待ってちょっと待ってって本当に言いましたからね、だから逆にねあやかりたいから、あやかりたいからマネージャーと一緒に追いかけてね、行きましたから、恐怖だったと思いますけどなのでね、新しく見た方も引き続きね、はい、見てくれたらと思います。ポッドキャストでもとポッドキャストでも聞けるのでね、はい、音声でも楽しんでみてください。ウエストランドのブチラジ、今週はここまで、また来週、さようなら、どうしたー。